やはり僕を殺しに来たんだね、先生。おい。まさか。ありえない。君たちがそのつもりなら容赦はしない。僕を守るためにね。まさか。なんてこと。おそらく…ちょ…そうじゃない。え？残念です。せっかくのおもちゃを壊さなくちゃいけない。先生堂々、罠で勝負だ。あの事件の悪夢はここで終わりや。今度こそ決着をつけようか。かかってきなさい。負けられません。この戦いだけは絶対に。
何これ。よっしゃ、みんな。ま、いいか。
ゆえ。いいかい。あんな、そやから。黒助だよ、生まれかけのね。黒助、そんな倒したはずじゃ。心配ない、まだ体ができてないし眠ってる。そうさ。え？そうだね。大丈夫そうだ。おい！ふざけんな！どうだろうね。じゃあ、嘘や。そうだ。いいかい。だが、そうか。そうだ。クロスケは君たちの記憶から生まれたクリーチャーじゃない。生物兵器にされた黒崎陽介のクローンなのさ。だからクロスケには他のクリーチャーにはない自我や意志があった。じゃあ。そうさ。そうだね。クロスケが消えていくぞ。あんなに厄介だったのに、こうなるとあっけないもんだね。なんだかちょっとかわいそう。
あんな、アホか。くそ。それは。やめとき。ダメだよ。ゼン君。へえ。それは。まあ。だから。わかるか？ダメだよ。だから。やれやれ。死にたいの？これが。やめて、お兄ちゃん。は？お願いだよ。やれやれ。私は私だよ。マジで？ありえない。ありえない。なんてことはありえない。お兄ちゃん。まさか。うん、きっと。
そうだね。でもお願いだよ、私は王じゃない。わかるか。ごめんなさい。僕は。わかるか。嬉しいよ。でも。くれたよね、もう君を一人にはしない、寂しい思いは二度とさせないって。奪わないでお兄ちゃん、私の大切な人たちを、大好きな仲間を。ありがとう、お兄ちゃん。それじゃあ。うん。だが、ええ、ねえ、心配いらないよ。そうだね。ん？え？いや。もし。もしかしたら、まずはそうだね。
おはよう。君の名前は？それ聞くの3回目だぞ、サチカ。また会えたね、ハルト。イグレッサ！よっしゃ！ハルト君！おめえな！ほら。そうか。お兄ちゃん。やれやれ。まさか。そうだね。すまない。みんな。は？きっと。でも。サチカ。僕は。お願いだよ。いいかい？サチカ。そう。どうかな？賛成です。それもそうか。そうだな。どうだろう。あのな、嬉しいよ。お兄ちゃん。みんな。
から来ましたっけ。肉好きにうまいと書いて油と読む。おいしくないはずがない。そっか、油の半分はおいしさでできてるんだね。確かに。そうだね。ごめんなさい。それなら。日暮君。ん？いや。ありがとう。あれだ。おいおい。はあ。やれやれ。そうやな。そうね。それ。いや。はあ。そうだね。そうだ。アホか。ビャー。ダメだよ。やれやれ。
ありえない。なんてことはありえない。父さん、僕は生きるよ。永遠が終わるその時まで。ん？これは、一応先生、よかった。いやー、ん？あれは、ありえない。おい、あかんで。まさか。僕は、なんてことだ。待ってくれ。なぜだ。なぜマニがここにあるんだ。真っ白なのテクノロジー研究所がなぜここに。一体誰が。